はい、こんばんは、しもちゃんです。今日はね、5月22日水曜日。今日からね、モスバーガーでね、ちょっとね、新製品が出るっていうんでね、ちょっと行ってきました。モスは最近、っていうか、ここ数年行ってなかったんですけどね、まあ動画撮るネタっていうことで行ってきましたよ。でね、何かというとね、なんだっけ。新とびきりバーガー。新とびきりバーガー。新とびきり金星とろったま照り焼き北海道チーズってやつをね、買ってきました。こっち冷たいからこっちに行く。どっちがどっちかわかんない。片方ね、通常の照り焼きがなんかね、変わったってことで、通常の照り焼きと、その新しい、とろったま照り焼きをね、買ってきました。まあ、またね、この手のやつはね、開けると、ひどいことになるとは思うんですけどね。こっちがなんだろう。あ、こっちがね、新とびとろったま照り焼き。口が回んねえや。はい。ちょっと開けてみましょうかね。うーわ。ベトベトだよ。ね。これをね、皿の上にね、置いてみましょう。うわ。チーズがなかなか残ってんだけど。あとで舐めるか。いやいや。これが、新とろったま。こう中にね、卵が入ってるんですよ。とろとろの。半熟卵。で、チーズと、照り焼きバーガー。で、まあ、一緒に比較のために買ったね、通常の照り焼きをちょっと当ててみましょうか。こっちの方が大きいように感じるんだけど。あ、ベッドベッドだよ、こっちも。こっちもベッドベッドだよ。こっちが通常の照り焼き。まあ、まあ普通に、レタスと、照り焼きと、ね、チーズがあるかな。まあ、確かに、まあ、大きいですね。こっちの方が。新しいやつも。って感じですね。まあ、とりあえず、こいつのこの2つ。それからね、なんか、おやつが2種類。冷たいな。冷たいおやつ。なんだっけ。スイーツ。これなんだ。赤い方がね、クズベリー。なんかね、期間限定の、いちご風味の、ベースに甘酸っぱいいちごとブルーベリーをトッピングしました。いや、クズ、だからクズ餅なのかな。もう一個お皿だった。こういう感じのやつ。で、もう一個黄色いやつが、クズトロピカル。マンゴー風味がベースの爽やかな味わいにパインとマンゴーをトッピングしました。クズのスイーツなのかな。スプーンがついてます。クズベリー。クズベリーとクズトロピカル。パインマンゴー。いちご。アンドブルーベリー。はい。で、続いて飲み物もね。買ってきたんですけどね、これね、2つ買ってきたの。何かというとね、でかい方が、なんか、でかい方が、飲み物、当たった。丸ごとレモンのジンジャーエール、560円。L サイズのプラカップで提供します。でかいね。で、こっちが何かっていうと、蜂蜜レモンジンジャーエール。まあ同じようなものなんですけど、丸ごとレモンと、まあ、蜂蜜レモン、ジンジャーエールと、まあ味がどう違うのかっていうのをちょっと気になったので買ってきました。こっちが S サイズ。さすがにこっち L 買うのもどうかなと思った。っていう、これだけ、今回はね、
何これ、あ、これなんかこれで、あ、レモン入ってる。あ、そういうこと、レモンがゴロッと入ってるのと入ってない、そういう違いかな、味一緒かな味一緒かもしれない。ストロー、よし、あ、プラのストローだ、いいな、プラのストローはいいよね。紙のストローはちょっとね美味しくないね。プラのストローやめたってそんなにね環境にね大きく影響はないんだよという話です。あれ、これはここに、ここにストローを刺すとこはない、開けろと。なるほどね。氷もいっぱい入ってるし、レモンがゴロンゴロン入ってますね。はい。で、こっちは本当に、氷は入ってるけど、まあ、ちょっと軽くね、まずはね、味見してみましょうか。まずは、こっちの方。うん。ジンジャーエール、レモン風味の。なんかね、プチプチつぶつぶのものが入ってますね。何も入ってない、あの普通のジンジャーエールかと思ったら、なんかプチプチ感があるものが入ってますね。見えないけど。なんか飲むとね、プチプチします。なんかレモンのプチプチみたいなのが入ってます。まあ美味しいです。果肉かな？うん。レモンの果肉っぽいのが入ってます。うん。いや、果肉にしては、果肉ってもっとべちゃっとしたもんだと思うんですけど、あの、塊感がありますね。あの、つぶつぶで、なんだろう、グミでもないし、なんか、ハードグミのをちっちゃく刻んだような、そんな感じ。はい、じゃあ次こっち。ん？こっちも中にプチプチ入ってる。味変わんないな。しもちゃんのバカ仕立ては、わからないほど。多分同じじゃないかな。このレモンがゴロッと入ってるだけじゃないかな。確かにレモン入ってる分、こうレモン潰すとレモンのね、酸っぱさとか出てくるでしょうけど。うん。まず飲み物、違いは感じられませんでした。レモンがゴロゴロしてるだけです。はい。じゃあね、おやつは後にして。じゃあ、早速ね、これをね、食べていきますかね。あ、これで、これでちょっと、スプーンで、ん？プチプチが、この、これがプチプチ？違うよね。うん。これは氷です。なんか見た目見えないんですけどプチプチがいます。はい。で、こいつどうしようかな。ナイフで切ってみますか。ナイフ。これ。ガス。うん、あんまり切れるナイフじゃないんで。うん、こんな感じですね。中に卵。とろっ、玉って言いながら、あんまりとろっ、あ、こっち側とろっとしてる。うん。はい。で、こっちの、通常の、に困るな。なんか適当に置くもんない。ちょっと怖いけど、ここにこう置いとこう。はい。というわけでね。
ちゃんと切れてないね。下のパンズ切れてない。パンズ切れずにここで切っちゃった。うん、まあ照り焼きですねベッタベタの照り焼きです。はい、じゃあまずこっち食べてみましょう。普通のやつ。うん、まあ照り焼きですね。うん、じゃあこっちの絶品じゃない、金星絶品か、絶品金星ってやつを食べてみますか。ベタベタになりますね、やっぱ手が。はい、決まった。卵でベタベタですよ。うん、うん、美味しい。なんていうかな手がベタベタ、うん、なんていうかな、ちょっとフォークだぞちょっと手でベッやるのがちょっときつい。うん、あのね、やっぱね、まずお肉がね、パティがね、あれ、うん、ほら厚みが違いますね。こっちの 薄いんです、こっちは厚いです。だからまあ肉の食べ応えはありますね。うん、じゃあこっちの肉をね、うん、ずしっといきます。うん、それに照り焼きのソースもやっぱりね違いますね。こっちの方がなんだろう、こっちと比較すると、うん、濃厚な感じしますね、やっぱり。あとこう卵の分がね、まろやかな感じでいい感じですよ。美味しい。値段がどのぐらい違うかというとね、こいつが690円するんですよ、単品で。照り焼きくんは430円、200円ぐらい違う。200円違う、250円ぐらい違うね。美味しいですけど、まあ、コスパ考えるとこっちでもいいかなって気はしますね。はい、うん、美味しいんだけどね。量的に言うとね、だからパティが熱いし卵入ってるから、まあそれなりにずしっとくんだけど、全体的量を見るとそんな変わんないんですよね。だから珍しいからちょっと買って食べるけど、こいつとこいつならあったら、まあこいつでいいかなって、こいつにジュースつけるかっていう感じになるかな。うん、美味しいんですけどね、こっち。うん、うん、照り焼きバーガーとかハンバーガーは、あの袋から出して皿に置いて食べるもんじゃないです延々と無口でもんもん食べてますけど、これは早くしないとダメかな、編集するときに。はい、まあね、この煽り文句はモスの照り焼きはモスが超えるとかいう感じでね、やったけど、まあ確かに美味しいし、まあ特別感はあるっちゃあるんだけど、超えたかっちゅうと、いやー、そのまんまの照り焼きで
ええんちゃうみたいな、そんな感じかな。うん、国産牛 100%、うん、まあね、バカ時代にはね国産牛だろうが外国の牛さんだろうがまあ変わんないで、ただ値段取るか、この特別感を取るかなんだけど、特別感に、250円出すかっていうと、うん、ひもちゃんは出さないかな。うん、チーズ感も良かったんですけどね。うん、はい、じゃあ最後ね、クズトロピカルとクズベリーをちょっと食べてみましょうかね。まずはクズトロピカルから、うん、なんだろう、うん、美味しい。あのくず切りをちょっと凍らしたような感じでね、ちょっと半氷でね、シャーベット状なんですよね。で、あ、手がシャーベット状で、あのシャリシャリしてフルーツのこの、あの酸味と相まってね、美味しいですよ。手前で食ってた、はい、こんな感じでね、ちょっと切りにくいな、スプーンじゃちょっと切りにくい、うん、半氷です。多分冷凍されてたやつかな、半氷でね、でクズ餅が、凍ってるんじゃなくて本当に半氷っていうか氷温みたいな感じでね、冷たくなってます、はい、でフルーツとね合わせてね、美味しいです、はい、クズトロピカルパインとマンゴーですね。うん、パインとマンゴーのね、あの何です、あのちょっとそんなに酸っぱくないですけど、ちょっとした酸味と、甘みで美味しいですね、やっぱり。じゃあクズベリーをいってみましょうか。まあ同じように多分半氷のクズ餅っぽいやつに、フルーツが、うん、美味しい。ベリーがね、シャリシャリって。だから、くず餅自体にもフルーツの味がついてて、で、上にフルーツ乗っててね。美味しいですよ、本当に。これはいいですね。これは、リピートしたいぐらい、美味しさです。うん。むっちゃ美味しい。絶賛します。パインが、はい、じゃあ以上で、今回のゆるゆるな食レポは、終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録とね、グッドボタンお願いします。さっきからお腹がギュルギュルになってたけど、ほにゅーってちょっと可愛くなってますけどね、まあ可愛くないお腹です。じゃあ皆さんまたねー。